今日ほんまに暑すぎた。これにしよう。どうしようかな。オッケー。いやほんまに暑かった。なんかこれが夏日なんかなって思いながら家にいました。なんか家の中の方が暑かった外より。コメントどうやって開くんやろ。縦画面にしてたら難しいな。よし、トムさんタワーありがとうございます。この周りのフューフューは意味ないです。特に書きたかったので書きました。タワーありがとうございます。ありがとうございます。暑い、思ってるより暑い。京都33度やった。え湿気が 30% とかじゃなくて気温が3、え分かんない。今何度、他のの部屋28度らしいですね。夏やん夏やん夏やん。あーテロップはこれにしよう。今はハートって反映される。ハート反映されてよかった。よし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 、よかった。口紅の色変えた。あ、ティントの色ね。いや変えてないけど、なんかいつもいろんなやつ使ってるからなんか定まってないかな。特にこの色を絶対使うとか定まってないから、うん、毎日違うかな、うん、とかかな。暑ねえ。明日はそうなんですよ。明日15日、え今日15日か明日が16日か。そう、明日16日はそうなんですよ。あのグループお話し会楽しみですね。そうなんですよね、グループお話し会はね、明日は DEF がお話し会なんですけど、めっちゃ楽しみやな。TikTok 見ました。足が速いんですね。あー、アイカと私が走ってる TikTok ですかね。あれはね、アイカと競争しようって言って走ったんですよ。いや、わかんない、ほんまに小学校の時陸上部やったから、あ、もうほんまに足速いからちょっと競争しやんって言って競争しましたね、アイカと。おもんないやろ。アイピが腕でハート大変やったと。うん、これね、めっちゃ大変。ここ肘同士がくっつかなくてね、なかなかキュッてしななダメで、こう離れちゃうとダメなんですよ、ハートやから。ここ肘と肘くっつけるのが結構瞬時にするのが難しかったし、ダンスが単純に難しかった踊るのが。馬娘ぐらい早かった。やったー、スピード SS やなあ、ミュージックビデオ見たよ、ありがとうございます、嬉しい。そう、ほんまは昨日20時にミュージックビデオが公開されたんですよ、キュンマート選ばれし者たちなんですけど、私がちょうどその公開される8時から20時まで人狼さつきをやってたんでショールームしようって思ってたんですけど、昨日本当はできれば、やっぱ私10時までなんでね、配信が夜のだからできなくて、今日やろうって思って今日しましたね。うん、エージェントレモンさんこんばんは。こんばんは。そう、エージェントレモン、エージェントの意味ちょっとよく分からへんけど、エージェントってどういう意味なんやろうか。エージェントの意味知ってる方いらっしゃったら教えていただきたいんですよね。エージェント、なんかミッション的な意味かな。ミッションとかエージェント、エージェントってなんどういう意味なんやろ。エージェント、エージェントってどういう意味なんやろか
あ、亀が泳いでる。あ、消えた。人狼の感想を聞かせてください。2回戦やったんですよ、人狼さつき。2回戦やって、うまくいかんかった。そう、先輩方と人狼するのが初めてで緊張もあったし、なんか人狼っていうもの久しぶりにやったのも言い訳なんですけど、久しぶりにやったのもあって、なんかうまくいかんかったの、本領発揮できなかったなって。本領発揮ってなんやねんって話なんですけど、あ、代理人って、代理人、代理業者、スパイ、防法員、代理人、なるほど。あー、代理人レモン。そりゃあのエージェントの方がいいな。エージェントレモンやな。うんうん、エージェントレモンですね、これは。ナナホさん、ナナホさんと人狼できるのめっちゃ嬉しかったです。私ナナホさんに LINE しましたもん。ナナホさん人狼一緒ですって。嬉しかった。あ、スパイ、スパイレモン、うーん、なるほど。あれ、メロン、レモン、レモンか、レモンだな。あ、お話し会買ったことを報告。お、ありがとうございます。イイ。そう、人狼ね、2回戦やって、1回戦目が私の職業が霊媒師やって、霊媒師はやったことなかったから、前が狂人やってね、人狼7期の時が。今回霊媒師、また職業って思って、わ、絶対疑われるわとか思いながらやったんですけど、1回目はね、うまくいって霊媒師、意外とやっぱ冷静にやるべきなんですよ。嘘ついちゃダメなんよ、ああいうのは。で、2回目まさか、いや、もう市民頼む、市民頼むって思った番号、選んだ番号が、あの、見事人狼で、これ絶対嘘つく、あの、顔に出るわと思って。まあ、もろに顔に出てたらしくて、それが人狼顔やったらしくてね。そう、一発で負けましたね、私は。悔しかったな。そう、でもナナホさん、そう、ナナホさんがおったので。まさかナナホさんに疑われるとは思ってなかった。でも楽しい、やっぱ人狼楽しいなってなった。なんか楽しいね、やっぱ人狼って。買ったら楽しい。人狼向いてないかも、やっぱ向いてないよね。難しいね、あれね、めっちゃ難しかった。なんか思ってるよりバレる、なんかみんな強い、逆に強いなってなった。周りの先輩とか7期生が、そんなね、悔しかった。一回疑われちゃうと疑われ続けるんですよ、あれって。悔しかったな。楽しかった。なあ、キャンディー、寝てるキャンディーが。そうそう、で、ミュージックビデオね、めっちゃ楽しかった。ミュージックビデオ、気づいてる方と気づいてない方いらっしゃるのかどうかはわかんないんですけど、アイカと私、ミュージックビデオの衣装っていうんですかね、衣装がお揃い、双子なのかな、多分あれは。服がお揃いってことは双子かな、双子で、アイカとわかんので、スカートが一緒、靴一緒、髪の毛も一緒、アイカがこっち、わかながこっちかな、のリンゴちゃんヘアしてて、あー、寒かったですね、半袖。そうで、うん、あーって書いた T シャツやったはず、確か。これなんて読むんやろうって、アイカと当てっこゲームしてた。これなんて読むんかな、ここにね、衣装の T シャツかなに英語でなんか文字が書いてたんですけど、それが読めなくて、なかなか、え、アイカとこれなんて読むんや、なんて読むんかなって言って話し合ってた。そう、話し合ってたり。そう、楽しかった。とかあと、なんだっけな、
私ね、リンゴちゃんヘア、いわゆるリンゴこっちだけハーフッツインみたいな状態、リンゴちゃんヘアって呼んでるんですけど、それが初めてして、人生で初めて。アイカのハーフツインも 見慣れてるじゃないですか皆さん。アイカ固定ヘアやから、わかんない、初めてやってね、あれわかんない、似合ってたんかな、あれめっちゃ恥ずかしかった。でもめっちゃ楽しかった。やっぱ初めてすることは何でも楽しい。ほんまよかったよかったです。めっちゃ楽しかったしね、もういいなってなったすごくいい経験させていただきて、本当に、うん、なんか何やろう、ほんまにありがたいですすごい嬉しかった。すごいなんかね、恥ずかしいなあ、あと何だろう、あと何やろな、その撮影、そう、ミュージックビデオの撮影の時に、雨、なんていうの、キャンディー雨、めっちゃハートの形の、めっちゃもう、わかんないの、手のひらの半分ぐらい、これぐらいかな、第二関節くらいの大きさの雨、ここからこれぐらい。ここから第二関節ぐらいまでの大きいハート型の飴を食べていいよって言ってくださったんです。撮影用なんですけど、食べながらでいいよって言ってくださって、スタッフさんとかがいいんですか食べてってなって、あいかと食べてました。めっちゃ美味しかった。ラムネ味かな、あれ何味かな、あれちょっとよく分かんなかった。めっちゃ美味しかった、うん、めっちゃ美味しかったそう、めっちゃで大きすぎるからめっちゃ大きかった。めっちゃ美味しかった。この飴食べきるかなって言って、相方とかめっちゃ楽しかったやっぱ初めてのことはすごい楽しかったです。そう、めっちゃカラフルな可愛い飴ですね。あれが映えってやつですね、多分。映えてましたか映えてたかな。よかった、食べきってないんですよ、スタッフさんが。食べきりますかそれって、あーちょっと厳しい。でもめっちゃ極限まで食べてましたダンスは覚えられましたか。はいはい、なんとかそうなんよね。こんばんは、かにゃん、こんばんは。なんか、今の季節って5月15日って夏ですか、今って。半袖着ようにも、夜は肌寒いやろうし、半袖でもお昼は半袖で全然いけるじゃないですかだから明日のお話し会の服装いまだに悩んでて、何着ようってなってますね。どうしましょう、まだ悩んでるんですよ。一応候補あってね、明日着る服の候補はあるけど、着る、うわどっちにしようみたいな、どっちこっちの組み合わせの方がいいんかなとか、うん、そう気になる。どうしたらいいやろ半袖着るべきかなとか、いや半袖は早いのかな、いや半袖でもいけるやろみたいな、うん、どうしよう、どうしようかなって思ってますねこんばんは、かにゃん。ほう、楽しみですよ、私もわあ、明日も蒸し暑くなる。おー、そうか、皆さん本当にね、水分こまめに取った方がいいですよ。だって今で28度、湿気もある暑さって余計暑く感じません？体感温度がちょっとかしこぶっちゃった体感温度が高い気する、湿気があったらね。明日初すみのさんです。おー、
改めて隅野って漢字難しいね。めっちゃ書き順多いんよ。隅野、隅野若菜ってテストでめっちゃいいの書いてる。テストで書くときめっちゃ書き順多くて、なんか一人だけ悔しい書き順が多いから、なんていうの、問題解く時間がちょっとロスやから悔しくて、いつもなんかいかに隅野若菜って漢字で書くのを早く書けるかをめっちゃ研究してた。昔研究結果雑に書くっていうそうなんよ、湿気嫌なんよ。私湿気暑いから、そう画数が多いねん名前漢字で書けるんですね。書けますね画数多い方は不利ですよね、テスト。逆に画数少ない方はもう分かるんですよ。あ、今絶対名前書き終わったなっていうの、あのペンの音で絶対問題に取り掛かったなっていう音がするんですよ。カシ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 ピタッて書く音が止まったら問題解き始めてるんで悔しいな。他にゃんとお話ししたいから次のお話会応募しようかなって迷ってる。ぜひ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 。覚えてる、今日ね、お母さんとね、なんか私がずっとゲームしてたんですよね、家で。なんか暑いから動きたくなくて、でも寝たくなくて、何するかっていうと私はゲームしかないんでゲームしてて、でね、お母さんがなんかミックスジュース飲むって言ってくれて、あー飲みたいって、お昼頃なんですけど、とホットプレートじゃない、ホットサンド食べるってなって、ホットサンド食べた、美味しかった。ミックスジュースも美味しかった。そう、ミックスジュースをね、お母さんがいつもは牛乳とみかんの缶詰とパイナップルとか桃とかなんかいろいろ入れるんですけど、あとバナナとか、そう、牛乳じゃなくて飲むヨーグルトにしたらしくて、今日はで氷入れるんじゃなくて、もう冷凍みかんにしてシャリシャリのみかんにしようって言って、みかん冷凍みかんにしたらめっちゃ美味しかった。もうなんか皆さん試してほしい、飲むヨーグルトめっちゃ美味しいですよ。めっちゃ美味しかった。さっきも飲んだ、さっきもお母さんが作ってくれて飲みました。いや美味しかった。牛乳よりもなんか今日甘いなと思ったんですよ、いつものミックスジュースより。そしたら飲むヨーグルトにしてみたらしくて、甘ってなった、めっちゃ美味しかった。いいねちょっとフラペチーノ見たくなる。どうやろう、フラペチーノ、いや、あ、でもちょっとだけ、めっちゃちょっとだけね、めっちゃちょっとだけ。フラペチーノってやっぱちょっと違うけど、めっちゃ美味しかった。飲むヨーグルトってこんな美味しくなんねやって。普通に飲んでも美味しいけど、美味しかった。びっくりした。うん。そうなんだよね。スタバのいちご飲んだ。飲みたい。みんな飲んだって言ってくるやん。ずるい？いや飲みたいんよ。なんか若菜の友達とか、他アイカも飲んだって言ってたっけ？アンジュやっけ？誰かが飲んだって言ってて。で感想聞いたら、ほんまに美味しい、飲んで、ほんまに飲んでみてほしいって、勝手な今度って言うから買うなって、絶対買うからなって言ってるんですけど、なかなか機会がなくて買えなくて、買いたい、めっちゃ買いたいいいな、みんな飲んで。ティラミスは飲んだ、ティーティラミス何回も飲んだよ。でもやっぱ売り切れが多かったな、飲みたかったな、もっと。アイピア発売初日に飲んだって言ってたよ。あー言ってた言ってた。アイカすごいな若にゃん飲んでそうって思った。そう、若にゃんは最近ね、甘いもの控えてますね私調子乗りなんでね、一回ハマるとめっちゃハマっちゃうタイプで我慢してます。チョコチップ、チョコソース追加おすすめです。あ、いちごのやつに、え、足ペチンって叩いちゃった、痛い。
ちょっとメモしとこう。アイカに聞こう、そのカスタムは果たしてアイカはやったのか。チョコチップチョコソース追加。おお、え、絶対美味しいな。チョコチップチョコチップチョコソース追加。いちごのやつにですか、それは。どんな味なんやろう。めっちゃ飲みたい、飲みたいけど、やっぱり私はハマっちゃう。一回なんかにハマると連続で飲んじゃう癖があるから我慢ですかね。うん、飲みたい、飲みたいよ。飲みたい気持ちは山々ですね。誰よりも飲みたい気持ちはあるけど、やっぱ我慢も大事やから。我慢ですね。飲みたい、飲みたいよ。飲みたい。そうなんよね。だからね、グミとか、グミは普通にね今までめっちゃ好きやったんですけど、急にハマりだした。最近こんなにグミって美味しかったっけってなるぐらい何回も食べちゃうから、それも我慢してる。そう、一回ハマると絶対何回でも何回でも何個でも食べれちゃうから。グミは美味しい。グミ、キャンディー、夢見てる。絶対夢の中でなんか鳴ってるわ。キャンディー動いたもん今。こんばんは、カニャン。最近干し梅ハマってる。うわー、私ね一個思い出があって、干し梅、干し梅とか梅の干し、な、梅、蜂蜜梅干し梅みたいな、干し梅蜂蜜みたいなやつの、今日団子です、多分ほどけてなかったら。そう、高校1年生の時、友達に、あ、お腹鳴った。友達にね、話そらした。友達にね、友達がその学校に干し梅を持ってきててね、そう、干し梅ってほんまに美味しいねって言って食べてて、若菜もいるって言われて、いや若菜あんま干し梅とか食べたことなくて食わず嫌いかもしれんけど食べられへんと思うって言ってて、いやほんまに美味しいから食べてみてって言われて、うーん分かった一個って言って食べたら、ほんまに食べれなくて、いやー梅やーってなって、もともと生の梅とかもあんまり食べなくてね、うわーってなって口がパニック、プチパニックになって結局飲み込んだんですよ、勢いで。水飲んで飲み込んで、梅がやっぱ苦手やったみたいです。梅味は好き、梅味のポテトチップスとか梅味のなんか食べ物とか、しそ、梅しそとかは好きなんですけど、なんでか分からんけど干し芋がダメ、干し芋じゃない、干し梅がダメやった。うん、ダメやったけど、干してなかったら食べれるらしいんですよ。だってあのしそ、梅しそのなんかふりかけとかも好きやし、わかな、だからなんでダメやったんやろうなって、干されてんのがあかんかった、蜂蜜やったからあかんかったのか、うん、で もう味覚って変わるから、もうそれから1年半以上経ってるはずやから今食べれるかもしれん。チャレンジはしやんけど、どうなんやろわかな。カリカリ梅は、あー食べたことない、あー食べれるかな、いやいけそうやな。でも意外と梅シート、あー梅シートはどうやろな、食感どうなん、どんなんなんやろ。練り梅、練り梅は何やろ、それは初めて聞きましたね。あ、猫が手動いてる、寝てるのに。夢の中で何の夢見てんやろ。あ、寝た、かわいい。梅ね、でも梅味のちょ、何でしたっけ、この袋のチップス、あ、ポテトチップスか、ポテトチップスはめっちゃ好きでした。今も好きよ。最近はあんま食べてないけど、めっちゃ昔ハマってた。そう、またハマってんね。ハマったら何回でも食べるからね、いい加減にしよう。猫ってたまに寝言を言うよね。
あ、猫、うちの猫はあんま寝言言わんねんけど、犬が言う。めっちゃ吠える、寝てる時。うん、かわいいよね猫。猫かわいい。わー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 。あ、きりあくびをつってなくてよかった。猫が寝ながら足動くのを夢の中で走っているらしいよ。え、かわいい。野生やん。やっぱかわいいよね。若にゃんは寝言っていうのは、私は言わないタイプらしい。うん、友達とかとお泊まりとかするじゃないですか。最近はできないけど、昔私もあんまりお泊まり友達としないタイプだったんですけど、大人数とかでお泊まりした時に若菜が寝言もし言ってたら教えてなって友達に言ったことがあってね。そう、でも寝言言ってなかったよって言われたから、寝言言わんタイプなんかなって思ってます。なんやろ。あー動いてる、かわいい。だから寝言言わんかな、多分。テロップかーいよ。よいしょ。おー、確かに。よろしくお願いします。びっくり。よし、グーそう、そうなんよね。ミュージックビデオね、なんか、ああいう風になるのかって、なんかすごいですよね。めっちゃかっこよかった。なんていうんですか、作りっていうんですか、映像っていうんですか、分かれへん、その表現の仕方下手くそで申し訳ないな。ほうこんばんは、かにゃん。構成難しい、構成っていうんですか、ね、難しいな日本語って。楽しかった。そう、リップシーンっていうのがあって、一人一人の歌ってるとこやったり撮るとこがあったんですよ。で、私はリップシーンとはって思って、リップシーンとは何ぞやって思って、リップシーン撮るよって言われた時、リップシーンとはって思って、先輩のそのリップシーンを見てて、見学してて、これがリップシーンかって、お、表現力がああ吠えられた、必要だなってなって。そうで、私はアイピの、私が最後のリップシーン撮影で、アイピ、その私の、なんで吠えてるの、なんで、返事してくれる。そうで、アイカ、にゃんにゃんにゃん、かわいい、あくびしてる、にゃん、めっちゃかわいかった。今これぐらい伸びてた、かわいい。はい、話変えますね。で、そのアイピの次に私がリップシーンでね、そうでね、アイピ、ファンの方でもファンの方じゃなくても多分分かると思うんですが、アイピって表現力がすごいじゃないですか。歌う時とかもやけど、あーかわいい、ゴローンってしてる、かわいい、こんな形、このこんな、このこの、ここが顔やったし、ここが手、こんなんなって丸まってる、かわいいね。そう、ずっと吠えてるね。そうなんだけど、やっぱ表現力がすごいから、やっぱリップシーンもすごくて、一発 OK とか、なんか、じゃあ、いいねって言われて、この後にやるの？マジで？って思ってて、そう、すごいプレッシャーになったけど、でも、アイピの見たから、こんな感じでやればいいのかなっていうのも分かったから、うん、私もできたけど。難しかったね、リップシーンとはやったからね、最初の時は難しかった。でもすごい楽しかった。その先輩方のリップシーンも初めて生で見て、なんかもうわーってなった、すごい鳥肌が立った。カオスカオスやって、キャンディー
犬が吠えたり猫が寝てたり申し訳ないです。めっちゃ緊張しました。もちろんアイピじゃ化粧前髪崩れてなかったとどうやってた。そうメイクさんがびっくりしました。なんで前髪崩れてないのってみんなが風がその日強くて結構前髪がファーって言ってファーン髪の毛もこうパシパシパシうわ髪の毛食べてるとかやったのにアイカだけなんか無造作に前髪が動いてなくてびっくりした。さすがアイカやなってなった。すごかったそうめっちゃ面白かった。びっくりしてたのに笑っちゃった。やっぱアイピってすごいなってねえ。よいしょ。おなんかねなんかわかんないよく覚えてないんですけど多分どこかでぶつけてね足をたまにあるじゃないですか。無意識にどっか段ボールの積んでるとこに足ぶつけるとか棚のどっか角っこにぶつけるとかでなんかねどっかぶつけたらしくてね足が青たんできちゃってる。たまにあるんですよね。あるあるこれは生きてる中でのあるある。そうあるあるそのあるある現象が私に起きてますね今。困った。いつぶつけたやろ。9時45分になったらランキング読みしましょう。お明日参加します。今から緊張してる。大丈夫よ楽しみ。やっぱお話し会って楽しいよ。かわいい猫暑そう。なんか私が暑いのはなんとかなるとしてワンちゃん猫ちゃんがねやっぱ毛っていうか毛が生えてるから犬猫って布団かぶってるような状態やと思うからわかんないんですけどよくなんか暑そうやなって見てて思う。なんか犬猫が涼しくなる道具があればいいのになって思うね。暑そう。あんだけ毛が生えてたら可愛いけど。こんばんはかにゃん。ワンワン。うちの猫ちゃん衣がやから毛めっちゃ抜ける。あうちの猫も抜けますね。あれしてます。櫛で溶いてますね。だからやっぱり猫ちゃんはそうなんか季節の変わり目やったりあったか寒い時期からあったかい時期とかに変わるとめっちゃ毛が抜けたりしちゃってね。そう私の部屋にも猫の毛が抜け落ちちゃったりするから長毛種の子やったら余計やからねコロコロしたりなんていうんですか櫛で溶いてあげたりやっぱしてあげないとダメなんですよね。嫌がるけどね。キャンディーは嫌がる。ボンちゃんはさせてくれる。キャンディーはね頑固めっちゃ可愛いけど。あーキャンちゃんこんばんは。眠たくなってきた明日に備えていっぱい寝ないとゲームもしたいけどでも後でフーワとアモングアスしようって約束してます。フーワめっちゃハマってるからお互いみんなでアモングアスします。ゴルニャーさんこんばんは。ゴルニャーンニャンゴルニャーンバカニャンのことなんて呼ぼうかな。何でもいいですよ好きな呼び方でね。おにゃんなんて呼ぼう。うん何でもいいと思いますよ呼びたいやつでね。こんばんは。明日半袖でもいけそうやな。どうしようかな悩むな。わ嬉しい。明日楽しみよね。アイス食べたくなってきた。なんかバニラ系じゃなくて今はなんていうんですか爽やか系のアイスが食べたい気分。
あ、そうそうそう、もうマジでごめんなさい。マイティの配信でね、私ね、あのレインボースターっていうのが無料配布されてて、30個なんかの時に配布されてたのが残ってて、使う時ないし、マイティ好きやし、マイティに投げとこうとか思って、ほんまに軽い気持ちやって、なんかレインボースターがどういう影響を与えるかとか何も知らなくて、ほんまにペペペって投げたら3位にいっちゃって、もうあのごめん、すいませんでした、ほんまに。あのマイティにめっちゃ謝って、もうそんな気にせんといてって言われたけど、ほんまにごめんって、あのファンの方もごめんなさい、もうほんまに気をつけます次から、マジでごめんなさい、あんなことになるとは思ってなかった、もうびっくりした、ごめんなさい、なんか無知すぎた私、ごめんなさい。レインボースター以外にもマイティにあの普通に星がいっぱいあったから、なんかちょん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 って送ってたら、なんかすごいランキングが上の方に行ってしまいまして、すいませんでした。そう、謝りたくてファンの方に、その時見てくださってた方とかに、うん、はい、ちゃんとスクショしましたマイティに送った。すごい、いてててて、青たんかなこれって、すごいね、青っていうより赤くて、なんだろうか、やっぱほんまに皆さん気付けてください、知らん間にぶつけるの知らん間にぶつけるのってなんでなんやろ、人間ってちゃんと痛いっていうあれがあるはずやねん、急いでたんかな45分って言いましたよね私ね、うんうん、そうなんよね、いや多分これは絶対どっかわけわからんダンスとかでぶつけたいと思います。ダンスでこんなとこにならないからぶつけちゃったんやわ。こんばんは、ワンワン、ヤンジー、キャンディー寝てる。辛い食べ物得意の人は痛みに強い、あ、思い出した、フーアがこの間辛い食べ物、辛い麺類辛いラーメンかな、あれ辛いラーメンを食べてたのを見たら、あかん、わかのも食べたいってなって食べた、久しぶりに辛いラーメン、うん、あんな美味しいのも、辛いラーメンってあんな、ほんまになんであんな美味しいんやろ、めっちゃ幸せよかな、なんかもう食べ物食べれて、なんかもう、わー、めっちゃ幸せですよね、食べ物食べてる時って、なんか何も考えんでいいじゃないですか、食べ物食べてる時って、食べ物のことしか考えてないこれがほんまにまさに人間やと思います、人間の本能ですよ、そのこの、だから例えば目の前に辛いラーメンがあるとすると、辛い、美味しい、熱いしか考えへんから、めっちゃ嬉しい、なんかめっちゃ美味しかったな、ねえ、わお、わお、わお、辛いの好き、お母さんが辛いの苦手なんよね、だから若菜も昔お母さんが辛いの苦手やから、若菜もじゃあ辛いの苦手と思って食べなかったんですよ、高校生になるまで。でも周りの影響でみんな辛いの食べれるから、じゃあ若菜もチャレンジしようって思って食べたら、やっぱ無理で、でも食べていくうちにね、慣れてきたね、辛いのに、美味しかった、やっぱ辛いのに慣れた時っていいよね、たくさん食べてたくさん寝てね、うんうん、そうする。ランキング読みしたいんですけど、ランキングこれか、ランキング読みしましょうか、はい、大丈夫かな、あ、45分でありがとうございます。13位、ともたんさん、はじめましてですかね、多分はじめましてじゃなかったらごめんなさい、ありがとうございます。
今日は早めに早めにしましょう。12myon アットマークにゃん好き、お、myon さん、みょん、いや myon どっち読みやろ、ありがとうございます。パカン。11、若ゆっこさん、わ、若ゆっこさんありがとうございます。バ、10位、レオッキーアットマークジオン国民さん、お、ジオンのファンの方ですね、ありがとうございます。みょん。9位、ひろきさん、お、猫のアバターの方ですね、ありがとうございます。8位、カフェオレさん、お、いつもありがとうございます。7位、あやねちゃん、あ、あやねちゃんいつもありがとうね。どうやって逆にハートすんのや、もういいや。できんかった。6位、水咲あっちゃんさん、水咲あっちゃんさんありがとうございます。初めましてですかね、ありがとうございます。5位、水色アットマーク若直しさん、お、水色さんいつもありがとうございます。4位、ぽんちゃん、ぽんちゃんかわいい、旗持ってるあのひよこが赤白やったら赤白ゲームできるのにね。ぽんちゃんいつもありがとうございます。3位、マツアットマーク香港さん、マツさんいつもありがとうございます。あ、怖くないね、うまいんですよ、そんなことないね。これはうまいよ、練習しました、ちっちゃい頃に。2位、選ばれしゴロニャーさん、いやゴロニャー、ほんまにゴロニャーですよね、ごめんなさい、マイティールームの方で、はい。選ばれし者たち、あのぜひ YouTube の方で皆さんカチカチカチって調べてみてください。ぜひ何回も見てください、ありがとうございます。1位、トモまたタビズさん、トモさん、わ、テニスしてる、かわいい、ありがとうございます。そう、中学の時元テニス部でした、めっちゃ弱かったですちなみに。ありがとうございます。ランキング以上です。はい、ランキング読みをスピーディーにしようとね、しました。なんかランキング読みが長いなってなって私考えたんですよ、うん、短い方がいいのかってなって、これからはこの形のランキング読みにしようかなと悩んでますね。どうしたらいいのか、私は。ね、難しいよね。いろいろいい方法を考えれば考えるほどやっぱ難しくて、難しいよね。なんか何が正解とか分かれへんし、なんか全員がいいと思う方法っていうのはないから、なんか難しい、選ぶのが、どれにどっちの方がいいかなって考えるけど、なんか難しいだよね、そっちの方がいいか、ね、わおわおわお。あくびした、鼻か、あとでブログと豆を書くので皆さんぜひチェックしてみてください。ピース終わりましょうか、でも10時までやりたいけど、大丈夫かな、どうしようかな、あくびしたの、あくびしました、バレましたね。バレちゃったね、普通に。せーの、今日の若菜のお言葉なんかあったかな、明日の服装はもし決まったとしても、髪の毛は何にしましょう、はい皆さん髪の毛何にしよう、あとでフーワとアモンガス、スクショタイム、わかりました。明日の髪の毛もあの皆さん考えてください、一緒に。ちなみにスクショタイムしながら喋るんですけど、25ミリちょっと細めのコテにもその細さ太さとかがあってね、25ミリのコテを買ったんですよ、でも届かなくて、今日までに
明日は使えなさそうにないので、明日の髪の毛がちょっと悩んでますね。髪の毛リンゴヘアわーん、懐かしいっていうかあれですね、ミュージックビデオの。うわどうしよっかな、アリでもちょっと恥ずかしい、恥ずかしい、わかな、アイカもしてくれな、恥ずかしい。でもなんなんて言うんですか、何回なんて言うんですか、その1回だけじゃないから、その部って言うんですか、部によって時間とか部によって髪を変えるのでもありですね。わーリンゴちゃんヘアいいですね。アイカにちょっとお願いしよう、一緒にしようってしてくれるかな、アイカ。アイカもいやでもどうだろう、また聞いてみますね。どうしよっかな、明日の髪の毛悩むな。アイカに相談しよう、アイカいいよって言ってよ。でもアイカがもしツインテールとかしてたら肩ついちゃうからね、髪の毛難しいかも、リンゴちゃんヘアにお願いするのは。考えましょう終わりましょう、皆さん寝ましょう。ね、今日も配信ありがとうね、おやすみな、寝ましょう。向かのお風呂入るけど、あの手曲げてますそう、エージェントレモンね、あのスパイとか代理人とかそういう意味らしいですお疲れ様です。明日日曜日です。ちなみに明日は5月16日日曜日です。それじゃあ皆さん元気で、これがやりたい、これおやすみー。